陳独修。陳独修は、中華民国の革命家、ジャーナリスト、政治家。字は、中はじめ、号は、ミアン。中国共産党の設立者の一人で、初代総書記に選出された。1879年、安気省海嶺県十里式、現在の安慶一大官区十里式号で生まれる。成果は、疑問陳氏。 アンケイ望む族などと称される受教的な名望家であり、一族には、秀才、巨人といった家去の賞を持つ者が多かった。陳独秀の父親は、自身の生後数ヶ月で死に、代わりに、祖父の陳明朝日のもとで、受教教典を厳しく教え込まれる。祖父は、陳独秀をよく叩いたが、ガンとして、泣こうとしない気の強い性格を見て、こいつは将来大人になったら、 必ず人殺しのふとどき極まりない凶悪強盗となるに違いない。まさに家門の不幸だ。との知ったという。教理の試験である意味に十七歳で合格して、秀才の称号を得るが、里見の試験場だった南京の町のサビレと、試験会場の後輩ぶりに深く失望する。その直後に、両慶長らの返法自供運動の存在を知り、その政治改革の主張に影響を受けて、 家境放棄する。1901年から当時の新朝政府によって奨励されていた日本への留学に応じ、新宿の成城学校、現、成城中学、高等学校に留学する。日本では留学生の間に高まっていた満州族の清王朝を打倒する民族主義革命の主張に影響される。帰国すると故郷で暗記愛国会という団体を結成したり、 暗記族和法という雑誌を刊行したり、竹王会という秘密結社的な革命運動の組織を設立したりなどの活動を行ったが、すべて途中で失敗したり挫折したりした。侵害革命によって1912年に中華民国が成立すると暗記省で都督府秘書長という要職に就く。しかし、大総統の遠政外は国民党の総教人を暗殺して議会を解散し、 敵対的な勢力を強権的に排除する姿勢を強めたため、陳独州も職を辞して日本に亡命する。中国の現実に絶望した陳独州は日本で国民の唯一の希望は外国人による分割だけであるなど、遠征的で悲観的な文章を書いていたが、これに対して友人の理大将から愛すべき国を求める努力、やめるべきではないと批判される。 陳独州は1915年に帰国し、9月に上海で青年雑誌、後の新青年を創刊する。新青年において、陳独州は伝統的な文化や社会体制が中国の近代化を妨げる元凶であるとして徹底的に否定し、中国を滅亡させないためには、もはや現代社会にそぐわない儒教や家族制度を廃絶して民主や科学といった、 西洋文明の権利を全面的に取り入れるべきだと主張した。この単純明快で過激な主張は、侵害革命後の政治情勢に閉塞感を抱いていた当時の中国の知識人の広い共感読、陳独集は一躍有名なジャーナリストとなる。新青年の活動は歴史上新聞化運動と呼ばれ、古敵や老人など近代中国史上に著名な作家や学者、 政治家を多く生み出した。若き日の毛沢東も新青年への投稿者の一人であり、陳独秀を思想界の明星と絶賛している。この活動に北京大学校長の蔡玄梅が注目し、1917年には北京大学の文科学長に就任する。天気は1919 19年の一時大戦後のパリ、講和会議であった。西洋主義者であった。 陳独ド州は議長であるアメリカのウッドロー・ウィルソン大統領を世界で最もいい人と絶賛し会議を世界平和が到来する契機として大きな期待を寄せていた。しかし会議では大化21カ条要求でドイツから日本に譲渡された三島半島の権益がそのまま維持されるなど理想とは程遠い現実にウィルソンは嘘つきだと深く失望する。5月4日に 北京の天安門前で学生を中心として三島半島の中国返還を認めないパリ講和条約への不調印を求める民衆でも運動が起こり多くの市民を巻き込む民衆運動に発展する。陳独衆は民衆の力に深い感銘を受け自ら街頭で北京市民宣言というビラを配っているところを警察に逮捕され三ヶ月ほどの獄中生活を送る。 釈放後は、都市労働者の運動の理論として、マルクス主義に急速に傾倒する。1920年には中国で共産党を設立させる、ためコミンテルン局投支局から、グリゴリー・ボインスキーが訪中し、1920年8月に、ボイチンスキー、チン・ドク州、リカン、シュン、チン・エンリュウ、ヒデマツ、セアリ島などにより、中国共産党決闘準備が始められた。 1921年には、ソ連のコミンテルンの指導の下で、上海で、李大将などと共に、中国共産党を結成し、初代総書記に選出される。1922年頃から、コミンテルンの指示で、陳独州は、個人としては反対であったが、党指導者としての立場で、孫文率いる国民党との合作を模索するようになり、国民党と共闘して、 国内の軍閥と国外の帝国主義を打倒する国民革命を提唱する。1924年には共産党員が国民党に入党する形で第一次国境合作が成立する。しかし1925年に孫文が死去し、1926年以降には反共産党の姿勢を強める小解析が指導権を獲得する。陳独州は 蒋介石の北伐をはじめとする軍事主義的な強行路線を激しく批判するが、1927年4月の上海クーデターの発生によって共産党は徹底的に弾圧される。窮地に立った陳独州は、またもやコミンテルンからの不適切な指示に従い、国民党内で蒋介石に敵対する王朝名。 王政への武漢国民政府と連合して国境合作の維持を図ろうとするが武漢政府の政権基盤自体が脆弱だった上に王政英も土地改革などをめぐって共産党との対立を明確にし始め1927年の7月に国境合作は最終的に解体する。陳独州は王政へとの連合の失敗をコミンテルンから武け日寄見主義と厳しく批判されて 総書記を辞任する。しかし、武景日和り美主義路線はコミンテルンからの指令であり、陳独衆の立場ではなかった。指導者としての地位を追われ、小介席によって、息子の二人もが殺害された失意の陳独衆は、1929年に、スターリンに敵対するトロツキーの存在を知り、コミンテルンの中国政策をトロツキーが批判ている、ことに狂気する。陳独衆は、 共産党に対する激しい内部批判に転じ、コミンテルンの中国政策こそが日和民主義の元凶であると指談し、コミンテルン及び中国共産党中央の日和民主者と最後まで闘争しなければならないと訴えた。この発言のために共産党から除名処分を受けた陳独州は新たに無産者者というトロツキスト団体を結成し、 トロツキーとも連絡を取りながら1931年に中国トロツキスとの統一組織を結成してその総書記となる。しかし国民党と共産党の両方を敵に回した中国のトロツキズム運動はたたく間に壊滅し1932年に紹介席の国民党の弾圧によって逮捕される。蔡現場や古敵など新生年時代の名誉たちの助力もあって 処刑は、免れ、第二次国境を合作という政治情勢の変化を受けて1937年8月に釈放される。古的にアメリカに移住するように勧められたり、小解析から新共徒を組織するよう勧められたり、トロツキーから第四インターナショナルへの参加を要請されたりしたが、すべてを拒絶して、四川省のゴーツという場所に陰性している。 古代音韻学の研究に沈遷する傍ら、時折抗日戦争に関する見解などを発表した。特に、毛沢東の農村を根拠地とした遊撃戦の戦略に対しては、大都市を重視する立場から批判的であった。1942年にゴーオーツでひっそりと死去した。もともと、陳独州の墓はゴーオーツにあったが、後に故郷である安記書を 慶一の郊外に移された。長い間その存在すらあまり知られていない簡素な、墓だったが、近年省政府の手によって、暗記省文物保護単位に指定され、公園として整備されつつある。陳独秀は、中国共産党の創設者であり、毛沢東や魯人、孫文、蒋介石など近代中国史上の重要人物で、彼と関わりのない人物はいないと言ってよく、 新聞化運動、54運動、国民革命など1910年代から20年代にかけての中華民国史の流れの常に中心にいた。特に、毛沢東にとって、陳独州は、新青年や共産党組織という活動の場を提供した重要人物である。しかし陳独州の名は、一般的にはそれほど有名ではなく、評価もあまりかんばしいものではなかった。 その理由は、一つには、国民革命の失敗とトローツキストへの転向によって、中国共産党の公式史観が否定的に評価されてきたこと、もう一つは思想そのものが、西洋からの表面的な自家輸入で独自性や深みがあまりに乏しく、研究対象としてあまり魅力的と思われてこなかったことが挙げられる。性格的にも正しいと思ったことは、 衝突を厭わず強引に押し通そうとする直上型のタイプであり、ある雑誌や組織を立ち上げる段階では力を発揮するものの、それを粘り強く指導していく実務的な能力には欠けていた。それまで信じていたものに失望しては新しいものに飛びつくという天候の多さも彼の評価を著しく低いものにしている。彼自身も晩年の所管では儒教からコミンテルンに至るまで権威であれば、 何でも反抗した人生を自制し、敵の2位、古敵が私を終身反対派と呼んだが、まさにその通りだ。ただ故意にそうなっているわけではなく、ことが迫るとどうしてもそうせざるを得なくなってしまうので、あると、自重的に述べている。ただし、陳独衆の、こうした、激動の人生の軌跡は、中華民国期の政治社会史を理解する上で非常に、 魅力的な題材を提供していることも確かである。事実、近年中国では彼を扱った電気が多く出版されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。